本日は久々にほぼ家から出ない日にしよう。なんか食べたりはするから買い物行ったりはするだろうけど、ガリガリ君の白いサワー味を買ってきました。いいじゃん、うまそう。いただきます。うん、ヨーグルトとはまた違ってうめえな。今日の動画日記の編集まだしてないから、まだ1個15分ぐらいで編集終わるんでね、これ食い終わったらパッとやりましょう。はぁーっていうのんびりする休日がないとなんかダメだね。壊れちゃうよ人間。仕事の日で考えてて1日何時間モニター見てることになるか。15時間ぐらいじゃないマジで。それは目も体もおかしくなるよ。今日の動画日記の編集も終わりまして、もうせっかくの休みなんでヘッドホンでラジオを聞きながら目をつぶり体を休ませます。そんな日も本当に必要なの。それでは。